様、朝早くからご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより大阪夏の陣400年祭プレイベント道明寺合戦祭り始まりの日を始めさせていただきたいと思います。皆様おはようございます。おはようございます。すごいいい天気になりました。昨日までは若干風も残ってたんですけども、この天気私の日頃の行いだと本日は胸を張って言い続けたいと思います。ね、藤井寺の、国久市長はじめ、市の方々、皆様、それから大阪城甲冑隊の皆様をはじめ、スタッフの皆様、そして、何より、ご来場くださった皆様、本日は、大阪の陣400年祭道明寺合戦祭り始まりの日に、ご来場いただきましてどうもありがとうございます。まあご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、2014年11月には大阪冬の陣、2015年5月には大阪夏の陣の400年を、迎えます。でそれに合わせまして我々、道明寺といたしましても何かできないかというところで、企画させていただいたのがこの道明寺合戦祭りでございます。何せ、今回が手作りで、初めての試みですので、一体どうなることやらと思っておりますけども、皆様のお力いただきまして、これからいいお祭りにどんどん、突き上げていきたいと思います。本日が、始まりでございます。今後皆様のご協力をいただきまして、成し遂げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そして本日は何より、ご来場の皆様はじめ本当にここに来ていただいている皆様に笑顔で、帰っていただこうと、スタッフ一同頑張っておりますのでどうぞ一つよろしくお願いいたします。御霊への黙祷、そして出陣の掛け声をかけてくださるのは大阪城甲冑隊の皆さん、そして大阪芸術大学忍術研究会の皆さんです。それでは河合さん準備よろしくございますか。大阪城甲冑隊の河合さんにお願い申し上げます。この地で果てた強者どもよ、こたびはよみがえり、我らの体に乗り移ったまえ。不釈神明一生報告。いざ！よみがえれ！
足抜き、逆に来たか。はい、皆さんこんにちは、北村でございます。ご存知ですか？あれ、ほとんど反応ないですね。知ってるでしょ。BS 歴史館ってご存知ですか？あれに2回ほど出演いたしました。一つは聖徳太子で、もう一つは川中島でございまして、ですので歴史を専門に、まあ、研究をしております。まあ、そういうことで今日ね、こちらの方の道明寺合戦の話をしてくださいということで招かれた北村でございます。阪南大学ご存知ですか？ここ藤井寺市ですよね。藤井寺市の隣町松原市にございます。まあ、頑張っていろんな地域貢献をしておりますので、ぜひ、この機会にお見知りおきのほどよろしくお願いします。で、まあ、私は道明寺合戦ですね、もちろん詳しいということで招かれたんですけども、まあ、地元が、故郷がですね、明石市でございまして、あんまりこの藤井寺には足しげくは通っておりません。で、ちょっと不安なところもございますんで、今日はですね、強力な助っ人をね、お二人お呼びしております。まずはですね、藤井寺市観光ボランティアの会の、会長、小野、常義さん、よろしくお願いします。こちらの前、皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。私もあんまりね、大阪市内から越してきたんです、50年前に。名職で勉強してるということで皆さんと一緒だと思いますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もうお一方、この裏側に石川という川が流れてるのをご存知ですね。これ石川の河川敷でございます。で、ここは藤井寺市ですけども、石川をまたぎまして柏原市になりますね。ご存知ですよね。その柏原市の、郷土史を探る会ですかね、の、事務局長をされておられます増谷正則さん、よろしくお願いします。どうぞ。こんにちは。柏から参りました、柏の教室探る会の増谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、当面ですね、この3人でですね、道明寺合戦の顛末ですね、お話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、まずはですね、ここです。皆さんが今座ってらっしゃるところ、まあ、立ってる方もいらっしゃいますけども、石川の河川敷でございますが、道明寺合戦はまさしくここで行われたんです。で、道明寺合戦というのは3つの戦いがございます。そうですよね。まず道明寺の合戦もございますが、その前に小松山の戦いというのがあるんですね。小松山、ぜひ今日覚えて帰ってください。で、小松山と言いますのは増谷さん、どのあたりなんですかね。皆さん向こう、ちょっと舞台で見えないかも分かりませんけれども、向こう側に小高い山が見えますね。あれを玉手山と言います。だいたい総称して玉手山と言います。そして一番、北側になるんですかね、東側ですね、あ、西側、北側ですね、北なんです、はい、このね、山の、左の方の端っこの方ですね、その辺りにちょっとこんもりした山があります。皆さん見えますか？ちょっとこの看板がね、ちょっとあれマンションとかでね、ちょっと背伸びしていただきました。今ほら車走ってますね、向こう対岸に。で、その向こうに白い建物があるのお分かりですか？後ろの方見えますか？前の方ちょっと残念ですね。後でご覧になってくださいね。本当にこの真後ろなんです。大きな建物、体育館でございまして、そのすぐ横にちょっと森が見えます。それがですね、古墳時代に、大きな古墳が作られました。玉手山一号墳っていうんですけども、そこのところにこの戦いで残念ながら命をね、落としました奥田、三郎右衛門忠次のお墓がございます。まあ、その辺り一帯を小松山と言いまして、まずはそこで戦いが起きるということでございます。で、ここで活躍した武将の名前ご存知ですか？歴史ファンの方、戦国ファンの方いらっしゃるでしょ。あれ、なんかちょっと名乗りを上げたくないという感じでございますが、後藤又兵衛ご存知ですよね。
戦国の、英雄といいますかね、すごい、猛将でございます。その後藤又兵衛が、先陣かけまして、2800の、兵士を連れてこの石川を渡って小松山に、駆け上ったと。でその小松山の向こうには国分という国分村というのがございまして、その辺り一帯はやるちょっとした平野になってるんです。で又兵衛はまさかそこまで徳川勢がやってきてるとは思わなかったんですけども、まあ実際来てみるともうそこに徳川勢が集結してるということが分かりまして、なんと総勢 34,300人の、まあ、軍勢がですね、この玉手山丘陵小松山の向こうにもうすでに布陣をしていたと。ところが又兵衛はそれを怖がらずにそちらの国分村の方に打って出るわけですよね。で朝の4時から12時までなんと8時間そこで戦いを行うんで、大きな声でですね、雪村殿と叫んでいただきましたらきっと登場されると思いますんで、いきますよ、よろしいですか。雪村殿、雪村殿、はい、せーの、雪村殿ご登場お願いします。あれ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 、なんか示し合わせたかのように、はいはい、後ろを注意してくださいね。白馬に乗って雪村君登場されました。はい、大阪城下中隊の皆様です。朝のオープニングの時も活躍していただきました。はい、真田幸村ことボケないでくださいね。はい、川合和美さんです。はい、大阪城甲冑隊です、よろしくお願いします。はい、拍手。本日はね、大阪城から白馬に乗ってきまして、毎度大きに真田幸村でございましてね、日頃はお酒の配達しておりましてね、この白馬で皆様の元に大阪の名酒を届けておりますね。本日は大阪の陣ということで、400年前は歩いてきてえらい時間遅れましたんでね、今回は白馬に乗ってきましたんですわ。まあね、大阪暮らしが長いんで、もう私ね、真田幸村もう毎度毎度でもうバリバリ大阪弁になってますけども、本当はね、長野県の上田の出身なんですよ。ちょっとね、今日はね、上田からも大勢来てるんで、ちょっと上田城勝ちたい。あ、せっかくですからもう後ろのね、そうそう、並んでいただきましょう。もうみんな上がってきて、はい、前に来て、後ろ立ち台の皆さんね、どうぞどうぞ、はい、後ろ並んでください。はいはいはい、どうぞどうぞ、そんなん遠慮しないで、はい、トークショーでございますが華やかな方がいいです。はい、皆さんこんにちは。わしは信州は上田、真田から参った真田の末裔でござる。今日はですね、ひいひいひいじいさんがこちらでお世話になったそう。また再び戦にやって参り申した。よろしくお頼み申す。はい、拍手。はい、拍手。はい、本来はね、真田木村もね、上田おるときはこういうの武将言葉でしてるんですけども、毎度お気に入りのね、大阪暮らしが長いんで、まあ、バリバリ大阪弁になってしまいましてね、こんな感じですわ。はい、はいはい、じゃあちょっと歴史トーク続けてもよろしいですか。いいですよ、はいはい。なんかいつも乱入されるんですけども、ま、乱入お好きですね。真田は乱入でが大好きでございます。、はいはい、ということで、実際道明寺の戦いもですね、真田幸村、ね、さっき河合さん、真田幸村子ですね、おっしゃいましたようにちょっと遅れるんですね。平野の方で後藤又兵衛とか、ね、毛利さん、真田さん全部打ち合わせまして、今日のこの日にここで集結して、で国分村へ行こうと言って、そういう取り決めをしておいたにもかかわらずですね、真田幸村子がなぜ遅れるんですか。いや、やっぱりね、お腹空いてることもあるし、はい、もともと私足遅いんですよ。なんか一説には霧がね、立ち込み出てそれで遅れたみたいなこと言いますけども、そうそうそう、はい、朝霧でね、道が分からなくなるってちょっと ね考えられないんですけどね。結構アホなんですよね。いやいや、そんなことないです、そんなことないです。まあいずれにしましても、実際にはかなり遅れて真田幸村公が到着されると、はい、大体この向こうに大きな古墳があるのご存知ですか。あれ、反応がないですね。古墳って分かりますか。上から見たらなんか鍵穴のような形した前方後円墳、ご存知ですよね。
最近富士山話題になりましたね、文化遺産、それに続いて世界文化遺産に登録目指しております。で、モズコ墳群、こっち古市コ墳群です。その古市コ墳群が点々とここね、散らばっておりまして、で、そういう古墳むちゃくちゃ大きいですから、山みたいです。その山の間を抜けて雪村港が到着されると。ところがこっちにも強力なライバルがおりますね、独眼流の。え今日来られてないですか。伊達政宗。伊達政宗、ご存知ですか。はい、この道明寺の戦いと言いましたら、あの有名な伊達政宗と真田幸村が唯一顔合わせた戦いなんですよね。日本でね、ここだけなんですよ、本当に。そうなんですよ。ですんでね、今戦国ブームだなんて言ってますけども、ここは本当に記念すべき土地なんです。まあ、記念ってちょっとおかしいですけどね。あのね、武将ブームでね、人気投票ナンバーワン、ツーでいつも、まあ、今でも戦ってますわ。それがね、唯一ここだけで顔を合わせて毎度って言ったんですよね。そうなんです、まあ、毎度とは言ってないですよね。ね、その武将であるね、片倉小十郎ですかね、と、まあ、銃撃戦を繰り広げたということでございますが、ちょうど、そこに道明寺天満宮お祭りされてるのご存知ですか。そしてまた応神天皇陵の南側に近田八幡宮ってね、由緒あるお宮がありますね。で、ああいうところで戦が、まあ、行われ、普通だったらね、そういった戦火といいますか、戦争の火でね、そういうお宮が焼かれてしまうところなんですけども、小野さん、なんでこう焼かれなかったんですかね。普通だと本当にもうその時に焼かれるって、これ歴史だったら常の話なんですけども、これがね、不思議なんですよね。まあ、いろいろ考えてみたら、これ推測ですよ。多分信長公なら焼き討ちをかけたと思うね。だって道明寺さん、五重塔まで焼かれてしまいましたから。ところがですね、どうも秀吉も家康も神社仏閣を大事にしたんだと思う。そうですね。で、もう一つね、面白いこと言っておきましょうかね。あんまりいい話じゃないですけど、道明寺さんがお祭りしているのは誰かご存知ですか。道真公ですよね。天満宮ですからね。はい、三大怨霊、日本で一番怖いたたる神様、知ってますね。正門と須徳上皇と、ほんで道真さんなんですよ。この人雷さんになってるんです。そうです。従ってこの二大武将は後のたたりを恐れてね、本田八幡にも火をかけてないんです。そうですね。まあ、本田さんで言ったらね、武士の、ね、武士のね、お祭りするね、そこも一番の神社ですんでね。そういうことが考えられますが、はい、これは推測でございます。ですから、あまりにもそのね、二つのお宮さんの由緒が正しかったという、そういう結論でございますね。はい。ということで、まあ、幸いにもその時ね、二つのお宮さん焼かれずに今に至っておりますのでね、本田八幡宮さんにも、道明寺天満宮さんにも重要文化財、国宝ですね、こういったものが溢れております。非常にありがたい話でございます。で、話は戦に戻しますけども、はいはい、その戦の中で、まあ言ってみればこういう風な腰型ですよね。そうですね、はい、こういったもの、あるいは槍ですね、はいはい、それで戦うのが我々想定している戦の姿なんですけども、はい、当時は必ずしもそうではなかったと聞いておりますが、いやね、本当はね、ほとんどが銃撃戦なんですよ。はい、だからね、この道明寺合戦で真田軍もね、伊達軍も非常にね、銃を多用しました。今日はね、ちょっとはい、マイクは、はい、お持ちしますね。いろいろと仕掛けがございまして、今ね、銃撃戦という話が、まあ、出ましたけども、当時の銃はご存知ですか。今ちょうどね、NHK の大河ドラマで八重の桜やっておりますね。もうご覧になっておりますよね、皆さん歴史ファンですから。あの時幕末の銃というのは洋式銃なんですけども、この時には私結構こういうの怖いんですけども、はい、ね、イベントで火縄銃撃てないんで、今日はホームセンターコーナーの火縄銃をそれと抹茶町協力でね、火縄銃を持ってきましたんでね、はいはい、こんな感じで、今の音は小さいですけども、どう言うたらええろ、まあ、今で言うたら戦車並みの音しますよ、ドッカーン言うて。それがね、何十万発と撃たれて大銃撃戦がありました。はい、
そうですね、大体3センチの板でもね、あの打ち抜くと言われてますよね。鎧もね、簡単に抜けちゃうんですよね。だから甲冑の意味がなくなってしまうんですよ ね、うん、すね。鉄の甲冑でもバンバン抜きました。あと南蛮道が抜かないとかいうね、あの話もあります。バンバン抜きます。それだけやっぱりね、火縄銃は威力ありますね。そうですよね、はい、ですから結局後藤又兵衛もね、最後胸をね撃たれまし て、でそこで観念したと、ね、そうです聞いておりますけどね、はい、ですからもう時代はいわゆるあの銃砲といいますかね、銃もそうですし、でまたあの大阪城にね、どん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 大砲でね、大筒で撃ち込んだという話も聞いておりますよね。ですからもう本当に甲冑が時代遅れにはなってるんですけども、それどういう、いやいや好きやからあそうこんな感じで、そういう今の10倍ぐらいの大きさ、そうです、大体10倍ぐらいの大きさででしょうかね。はい、なんかね、今、2013年ですよね。で先ほどから盛んにね、皆さん言われておりますように、2年先の2015年がちょうどこの道明寺の戦いの、400年後になるということで、今日の何倍ぐらいになりますかね。こちらの戦いのですか。そうですね、あのイベントですね。まあ千倍万倍、千倍は行き過ぎですけどね。はい、まあこの石川の河川敷ね、今日みたいに使いまして、鉄砲隊も、そうですね、世界中から人来ますんでね、あのおそらく大阪城に人入りきれへんぐらいのイベントを考えてます。うん、うん、そうなんですよ、はい、実はこれはあのプレイベントでございましてね、ですから、今年来年とプレイベントをしまして、そして2年後ですね、2年後には本当に本格的なイベントを行いますんで、皆さんその時にもよろしくお願いしますよ。ぜひね、駆けつけてくださいよ。いざ道明寺ということでね、あの道明寺からも援軍が来て大阪城に集結すると、はい、とにかくね、大阪城公園を人で埋め尽くすと。で今日はね、こうしてロケット花火ですけども、はい、ドッカーンとね、大きな花火打ち上げて、一層も天守閣火つけて燃やしましょう。なんかね、こちらでもね、あの道明寺も天満宮も焼かれへんかったというから、そうや、私事はちょっと控えていただけますか。あ、ダメですか、はい、あちこち火つけて回りましょうね。はい、いやいや、はい、お前は奥州平八郎かと。で、ね、真田幸村公が到着してからの戦い、主にですね、応神天皇陵の南側神田八幡宮のあたりで展開されましたんで、その戦いを神田の戦いと言います。ここでおさらいですよ。まず小松山の戦い、道明寺の戦い、そして神田の戦い、この3つの戦いを総称して道明寺合戦というんです。ぜひ今日覚えて帰ってください。で、実は真田幸村、頑張ってたんですけども、そこにね、大阪側から悪い知らせが届きましてね、実は、本家本元の家康はあちらの枚方寝屋川の方面からずっと進軍してくる。そちらの方がよほど数が多いわけですね。で、その前方とですね、木村重成さん、豊臣方ですね、戦いまして、で、重成が苦戦ということが伝わったということでございますが、なんか今重成さんなんかあらあらあらあのなんか、なんですか。はい、木村君ですわ。あ、木村君、うん、なんかしんどい、大変やからちょっと来てて。どうしよう。あ、そうなんですか。うん、なんかえらい目を追ってんねん言うて、大阪の方に急ぎ帰らんとあきません。えらい目を追ってます言うて、今で早く来てちょうだい言うて、実はですね、今電話かかりましたけども、重成さんそこで亡くなってるんですわね。その知らせが届きまして、それは大変だと、こんなところでぼやぼやしてたら大阪城やられてしまうということで、急ぎ帰らんとあかんということで全軍引き上げます。でそこでですね、徳川側からしてみればもうほとんど勝ち戦になっておりますんでね、あとはしんがりからどんどん潰していけばいいわけでしょ。ところがもう伊達政宗がもうやめとこうと、もうみんな朝から戦ってるから疲れた、しんどいということで結局追わなかったわけですね。でその結果、雪村の毛利、そういった軍勢が全て天王寺の方に引き上げると。でこれ5月6日の戦いですよね。その翌日の5月7日の日、これまた大きな戦いがね、天王寺口の戦いがね、そうですね、最後の決戦になります、はい、一時はね、家康がね、もう本当に逃げまくったというようなことを聞いております。真田の攻撃があまりにも厳しくないということでございまして、そちらの方でも激しい戦いが繰り広げられると、はい、ここはその前哨戦なんですけども、後藤又兵衛が打ち死ぬような、そういう激しい戦いが実は皆さんの目の
前の小松山、玉手山丘陵で展開されたということでございますので、まさしくこの地といいますのはドーム寺合戦の現場でございます。そういうところで今日ね、このように、合戦のイベントをですね行いましたことは非常に意味深いことだと思うんですけども、はい、やっぱり忘れてならないことがございますね、河合さん。大阪城燃やしてじゃなくて、やはり、こういうねイベントって華やかなもんですけども、ここで実際に人がね亡くなっている、ね、ということでございますね。皆さん、座ってはりますやんか。あ、そこのお尻の下に頭蓋骨埋まってますから又部さん、ここ足埋まってますよ。うん、その下、ね、ほんまにここ下、埋まってるんですよ。でね、夜な夜な、歩くとかいう噂も結構出てます。で皆さんね、今日の言葉を全然ね、覚えてかれへんかったら、今晩私枕元立ちますからね。できたらウイスキー一杯だけ用意してもらってください。はい、だからね、本当にこの場だからね、小松山も見えてますし、この石川河川敷も当時のまんまですよね。これはね、大阪の陣でもここだけで、うわ、それがやっぱりね、この藤井寺の財産かなということです。でね、翌日、天王寺口の戦いありますけども、非常にもう今ね、都心化してます。で私たちもね、今日3日はこの道明寺の戦い、明日4日は、平野区の四季長吉神社ってとこ、真田幸村がね、天王寺に帰り品にみんな連れて四季長吉神社でね、この大きな旗ありませんか、を奉納してるんですよ。あと刀を。で明日の天王寺で勝てるようにって祈願してたんやけども、まあ残念ながら翌日天王寺口で討ち死にしますね。で5日の日は、午前中はその討ち死にした安井神社で真田幸村慰霊祭やります。で午後は天王寺公園で真田幸村最後の戦いというイベントをしますんで、皆さん連休は真田尽くしということでお待ちしてますんで、よろしくお願いします。主体の皆さんもよろしくお願いします。はい、で増谷さん、ちょっとね、もう一つお知らせがあるということでございまして、あ、どうぞどうぞ真ん中で。先ほども言いましたけども、5月6日と7日の戦いはですね、旧暦で暦なんですけども、新暦に直すと6月1日から、2日、3日とこういう時期になります。で私どもは今実行委員会組んでですね、6月の1日の日に399回忌、戦没者の慰霊祭をやろうということで、ちょうど先ほどの玉手山の、山頂にですね、1670年から1700年頃に建てられた立派な慰霊塔があるんですね。でこの慰霊塔は、両軍を弔うと鎮魂するために建てられたものです。 ですからこの辺一帯、そして向こうから見ますともう大阪城も遠望できるという場所に建ってます。でその前で6月1日は、午後の1時から慰霊祭やりますんで、また皆さんおいでいただける方いらっしゃったら、はい、おいでいただきたいというご案内です。ぜひ、ね、ぜひお願いします。ここでね、本当潔く亡くなった武者たちのね、魂をぜひ弔いたいと。今回はね、祟られますからね。はい、絶対来てくださいよ。その脅さなくても、はい、皆さん来られると思いますんでね。はい、ということで、よろしいですか。はい、もう、大体、ね、話尽くされました。はい、雪村子、大丈夫ですか。最後にみんなで勝ち解きやりましょう。そうですね。じゃあ、今の、朝ってですね、の、イベント、そして6月1日のですね、慰霊祭の、成功を、祈願しまして、ここで、はい、最後が、みんな構えて、はい、みんなも構えて、カバンに買ったら刺されるで、みんな構えて、行きますよ。ここから手出てるで、はい、構えて、行くで、行きますよ。勝ち時、えい、えい、おー、もう一回、えい、えい、おー、えい、えい、おー、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。仲間になっちゃった。仲間に、戦じゃ、戦じゃ、戦じゃ、合戦を始めます。
15分から河川敷で合戦が行われます。いくぞ。さあ、この後2時15分から河川敷で道明寺合戦を行います。150対150の道明寺合戦を河川敷で2時15分から行います。さあ、どなたかご連絡ください。さあ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 、聞こえますか？早くやれ！
坂田軍写真をお撮りの方、もう少し下がってください。もう少し下がってください。盛り上がってますね。日曜日喋りません、絶対に。これ止まりますよ、これ、はい、さあ、人数減ってきましたね。前回の大会では大阪城の公園でやりましたね。あの時は風が厳しくて命が飛んでいく、命が飛んでいく、そうですね、命が多かったですね。今日はいい天気に恵まれまして、いいチャンバラ日和でしょうかね。はい、チャンバラ日和ですけども、やっぱり伊達軍が多いような気がしますか。そうですね、青色目立ちますね。そして、芸大の忍者研究会の皆さんも参加しておられますけど、はい、皆さん、子供に戻ってチャンバラされておりますね。そうですね、雰囲気があっていいですね。素晴らしいです。やっぱり忍者の方、はい、身のこなしめちゃくちゃいいですよ。そうですね、忍者の方身のこなしがいいですね。いいですね。あと今刀くるりで回しますからね。回しましたね。さあ、坂田行くが目の前を通っております。西村がちょっと牛もいますけど、牛負けましたね。牛がいますよ。牛がいました。スローにさっきからね、僕ずっと見てるんですけどもね、ちょっと走り回っておりますけども、体力も大丈夫。赤い命が落ちてます。わあ、これすごいすごいすごい。まだまだ戦い、さあ攻めろ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 。自分の落ちた命は自分で手に持ち、フィールドの外に出てくださいね。命は大切にということですね。はい、回収してください。回収してください。その命ありますからね、次ありますから回収してくださいね。さあ、まだまだ時間はある。さあ戦え戦え。さあ戦え。結構時間経ってると思いますけど、まだ3分です、ね。まだ半分。まだまだ続きます。まだまだ続きます。はい、伊達はですね、今三日月を直しております。はい、取れたので、ね、そうです。あのね、伊達はね、伊達男という名前から依頼が付いたよ、依頼なんだよね。はい。映画腰なんです。映画腰。映画腰はやっぱり映画の力をつけないとダメですから。はい、そうですね。はい、さあ、盛り上がっておりますよ。剣の先が飛びました。穂先が飛んだ。誰が入り上げて。あ、すぐ剣が飛んだ、剣が飛んだ。この映画ね、何か刀がリアルですよね。刀がリアルなんです。ハボーレさんね、変えるというね。はい、素晴らしいですね。なんか楽しそうにしてますね。かなり、ね、なんか子供も大人も笑顔になれる。そうなんだ。あー、すごい。赤い甲冑の武士が今何か教えてきましたよ、ね、でも誰も取り切れてますね。誰も取り切れてた。さあ、動きがそろそろ2分になってきて、疲れておりますか。はい、じゃあ、風船打った方、命を打った方、自分の風船持って外に出てくださいね。命を打ってください。よろしくお願いします。あ、危ない危ない、狙われておりましたね。ものすごいライブに狙われてます。すごいな。おなんか悲しい結果出たら、後ろからペロリと。そうですね、大人以外の女ばかりです。大人以外の女ばかりです、こういう時はね。そうですね。さっき思ったんですけど、はい、伊達軍増えてますか。伊達軍増えてますか。2番台が出てきた。2番台、なんか増えてますね。ちょっと待ってください。どっちが優勢なんでしょうか。ですね、土手の上から見て、おられるお客様、優勢の方に手を振ってください。青が優勢だと思う方が、青が、はい、850人ですね。はい、はい、赤が
ありました。伊達が優勢だそうですね。伊達が優勢です。伊達が優勢です。さあ、伊達の復活です。伊達の復活です。よかったよかった。さあ、日本が誇るポップカルチャーですよ。皆さん、世界に届けれます。じゃあ、あと残り4分残り4分です。まだまだあります。残り4分ですね。まだまだ続いておりますよ。はい。なんか一瞬今サラランドの方がいいんじゃないですか。サラランド多いですね。そうですね。ここでいる審判団の方、サラランドが増えてるぞという方、手を振ってください。赤色ですね。赤色が増えてます。青がまだまだ多いぞという方、どうでしょう。少ない少ない。青田中が逆転です。田中が逆転です。田ですね。はい、自分の風船落ちた方は風船拾ってフィールドの方に出てください。せっかく作っている台本ですけども、一切読み込まれているようになっているのは、実は台本10分の番組ですね。全にわたる、台本を作っております。全く、読むこともなく、どうしても読みたいということに参加しております。はい。それからですね、一言、話しました。100万も。終わりそうです。終わりそうですか。終わりそうですよ。あ、終わりますよ。終わりますか。なぜか攻め込まれてます。はいはい。ちょっと見にくいですね。私の前でますか。見にくいんで前出ましょうか。どうなってますか。どうなってますかね。いかがです。残りはあともう2分なんですけども、残り2分で伊達軍が攻め込まれます。伊達、はい、軍が攻め込まれてます。青のね、イオンがもう見え、音がもう出てきました。音が、行きました行きました行きました。ここやったら行きますね。ここに、どうですか。もう大丈夫。女性の方、赤有利ですか。あ、もう完全に赤ですね。もうじゃあ、あと1分で切りましょうか。1分で切りましょうか。1分です。で、切ります。さあ、最後の力の限り振り絞って戦ってください。はい、まだまだチャンスありますよ。わあ、すごい盛り上がり。もうすごいすごいすごい。一人に何人群がってるんですかね。はい、赤は勝ちです。終了。はい、終了。今の合戦はサラダ軍の勝利。
た出陣じゃ。さあ前へ前へ、いざ出陣じゃ。さあ伊達君もっと前へ、伊達君もっと前へ。少ないですね。
ホーム駅しか出ませんが、一気に落ちますか、気が落ちますか、はい、さあもう青い命しか見えませんね。そうですね。どうですか、完全に優勢ですね。7分経過、あと残り3分残り3分で、先ほどの滑走のように時間いっぱいまで待たずして打点がこれは取るんではないでしょうね。そうですね、すごい青の風船目立ちますね、たくさんいらっしゃいますね。これはさすが打点の大将の作戦通りということでしょうね。あの横で不敵な絵見て微笑んでましたよね。申し訳ないですけど味覚気がないのです。何だろうね、ちょっと味覚気がないとね、味覚気が振りやすいように形がね。そうなんです、向かって左、誰さんからすると右側が ね、ちょっと短くなっておりますけどね。まあせやども、あのおしゃれな伊達君大将、かっこよろしいですね。似合いますね、はい、その方ですからね。さあ、もう今回は完全に伊達君が3回目の陣地に入っておりまして、そうですね、残り2分持つか押しております、押しときます、はい、終了、終了、さあ、ちゃいますか、あれは。はい、傘ですね、もう間違いなく傘ですね。そういそうですよね、おっと、真田幸村軍が後ろから静かに忍び寄っておりますよ。援護でしょうかね。なんと傘をジャンプ傘違うか、ワンタッチで反映しましたね。結構いいやつですよ、長いですからね。あ、サラダ軍もですね、忍び寄ったと思いますけども、はい、素通りです。はい、ただ後ろに行って旗持ってるだけですね。あーっと、このジャンプか、はい、後ろから傘で言ってますよね、横ちゃん、傘です、傘です。終わったみたいですよ。終わったみたいですよ。前へ誰ですかね。さあ、誰が
が、はい、だんだん皆さん人生が、そうですね、慣れてきた、慣れてきましたね。携帯の落とし物です。はい、iPhone の先にうんこがついてます。はい、イヤホンジャックにうんこがついてます。金色のうんこです。これ言わないでほしいです。 ありました、ありました。はい、どうぞ。いつ負けたの？
前ぐらいに済むや。体操の時に死んじゃった。残念ね。今写真撮ってんの。撮って撮って、日本のポップカルチャー撮って。そうこうしてるうちにもう30秒、残り30秒、はい、ここで、はい、ここですごい運勢が繰り広げてますよ。目が悪いね、すごく熾烈な戦いが。もう飛び上がってますね。あー、迫力あるね。なるほど。すごい強いね。はい、残りカウントお願いします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。そうでしょ。だから今日お家帰って、じゃあ今日僕負けたから来年来てやと、お父ちゃん来てなと、じゃあ来てなとか言って、来年ね一人が二人連れてきてください。だ今ね、サンドキビスカップね来ましたんで、来年は、一応目標500で500で行いますんで、そのつもりでよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。皆様ですね、甲冑隊の皆さん、もうちょっと仙台に詰めてください。いいですか。はい、縦長でお願い、縦、はい、真ん中寄ってください。これでどうでしょう。いけますか。写真 OK ですか。OK、それでは説明します、説明します。3回撮らせてください。3回撮らせてください。1回目は OK で、玉ノイズパンって上げてください。玉ノイズね、最初玉ノイズ、玉ノイズね、はい、はい、2回目両手でいきましょうか。両手で、ね、刀と一緒に両手でいきましょうか、はい、前に突き出してね、顔をずる、はい、3回目大事ですよ。AAO の時に刀投げてください。はい、刀投げてください。わかりました。で、はい、終わりましても動かないでください。はい、そのまま待っ てください。そのままでね、はい、じゃあ写真1回目いきますね。で、カメラマンめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、本物のカメラマンはあのデニムシャツの今手上げてる人、あの人本物やから、あの人に笑顔を向けてくださいね。はい、皆さん、刀持ってますか。一番最初は玉の椅子上げてくださいね。いくぞ。2回目は両手、3回目は剣を上げる、剣を上に向かって振ってください。せーの、玉の椅子で上げてね。はい、刀がない、よろしいか。いいですか。刀手に持ってない方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。もうこれフラこのままで、はい、もうあのちょっと前のお友達とかに剣ぶつけたりしないでくださいね。さあ OK、 いくよ。1回目玉の椅子バージョンでいきます。はい、刀配ってあげてくださいね。いきますよ。いきますか。いきますよ。よろしいか。せーの、玉の椅子。オッケー。じゃあ2回目いきますね。せーの、チャンバラで両方上げてくださいね。はい、両いきますよ。はい、せーの、チャンバラ。うわー、かっこいい。さあ最後です。思い切って上げようぜ。思い切って剣を上げましょうね。剣をね、上にね、投げましょう。はいはい、投げてくださいね。せーの、投げろ。じゃ投げてや。はい、せーの、投げろ。OK ですか。ありがとうございます。はい、そのまま待っててください。小西くん、花見くん、
はい、皆さんお疲れ様でした。私もね、真田幸村から、河合和美に戻りました。皆さんどうでした？400年のね、時を超えて今日はタイムスリップしていただけたと思います。小西くん、どうやった？いや、あんだけの人が集まってくれるんでね、本当に感動しましたね。最初はこのチャンバラも、30人ぐらいでずっとやってたんですが、ここまで大きくなったのは、皆さんのおかげです。ありがとうございました。はい、どう今日は。いや、もうありがとうございました。あの、その後には梅田もスタートして半年でこんな大きなイベントで、あの、参加させていただきましてありがとうございました。また来年も再来年もずっと続けていきたいなと。そうですね、思います。はい、どう。いや、本当皆さんありがとうございました。いや、あの、もう本当に、夢が一つ叶いました。これがですね、終わりではなくて、本当にこのイベントのタイトルの通りもう始まりですので、2年後のですね、2015年に向かって、もっともっと皆さんと、盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それからね、このイベントの最大の立役者、道明寺益京、皆さん上がってください。お願いします。こちら会長の森田さん、どうでしたか？いや、素晴らしかったですね。地獄の日々でしょ。これが本当に手作りとお祭りの1回目とは思えないぐらい、いや、もう死ぬような思いで頑張らはったんですね。ありました、はい、もう夜も寝る時間もなく、夜中に目が覚めること多々。うな、篠田さんどうでした？どうもありがとうございました。こんな道明寺というちっちゃな田舎町に皆さん、こんなに来てくださるとは夢も思ってませんでしたので、これからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、大きな拍手お願いします。皆さんもね、今回チャンバラ合戦とか参加して楽しかったですか？楽しかった。でもね、400年前これ本当の刀で殺し合ったんですよ。でもね、今日も今世界のどっかで人は殺し合いしてます。道明寺合戦で知った皆さんの声が私には聞こえます。もう殺し合いはええやん。いつまでやってんの？みんな仲良く生きようよ。殺さなくたって、所詮人の人生100まで生きれない。みんな仲良くやってよ。僕らの死を無駄にしないでよ。みんな助け合ってよ。日本を大事にしてよ。お父さんお母さんを大事にしてよ。子供を大事にしてよ。そういう声がいっぱいいっぱい聞こえます。今日はね、家族でご参加していただいたり、お友達とご参加していただいたりして、本当にありがとうございました。こちらの、ね、皆さん、人間の形として姿として頑張ってくれてますけども、今日のね、本当の一番の主役はこの足の下に眠ってる方々です。400年前に知った方々、今このシャボン玉となって、これ魂です。皆さんがね、チャンバラ合戦して楽しくていっぱい笑って、今日いっぱい友達でもできて、いっぱいの笑顔で私たちは天に上がってくるって言ってます。これがね、
皆さんの力なんですよ。みんな、私も含めてみんな普通の人、普通の人でもできることはいっぱい何でもある。今までね、この400年間誰も道明寺合戦のことで手を合わす人いませんでした。今回ね、これだけ大勢の方が合戦にした命を思って、みんなで合戦体験して、これが真剣でやったら怖いよな、大変やな、チャンバラ合戦と楽しいなって感じで今日分かっていただきました。でもね、彼らも別に人殺しじゃないんですよ。彼らには彼らの正義、徳川には徳川の正義、ね、真田には真田の正義、みんな正義を持って一生懸命戦ってしました。でもね、彼らの死は無駄じゃなかったんですよ。こうやって21世紀、みんなこの場で、いろんな地域の、ね、出身の方いらっしゃいます。本当に徳川方の地域の方もいらっしゃるし、外国の方もいらっしゃるし、これだけ大勢の方が一つの思いで道明寺合戦ということで、これだけ心を一つにしました。あ、風向き変わりましたね。みんなの方にこの魂が流れていきました。このシャボン玉、本日の一番の主役、道明寺合戦で知った方々に一つ大きな拍手をお願いします。みんなのことは忘れないよ。ありがとう、ありがとうございます。また来年もこの場で合戦祭り行いたいと思いますんで、より以上に来年も再来年も、そして大阪の陣400年祭の2015年、それだけじゃなく大阪の陣500年祭、100年後にこの私たちの思い伝えませんか。みんなで手作りで頑張っていきましょう。本日はありがとうございました。